まあ、交通事故の実態に即した車の安全性をテスト評価できるプログラムにしていきたいと思います。水平対向エンジン AWD なので、エンジンがこういう形になってスルスルスルっとこう床下に、いろんなところの部品が総合的にですね、キャビンの変形を抑えるように工夫されてますね。自分は遠くは見えるけど近くは見えにくいっていうのが、まあ、この辺の SUV の特性なので、まあ、オーナーは気をつけた方がいいと思います。衝突安全だけではなくて、まあ、水平対向 AWD と相まって、まあ、走りの総合安全という意味でブランドがこう出来上がったのが、まあ、最近のスバルの、販売好調の最大の理由ではないかなと。次のいかがでしょう。見えてるよ。見えてる。シートだけ選べてたらこのレクサスが今のところお金かかってるなってことですね。まあ、あとなんといってもこのヘッドアップディスプレイ、これはもう簡易型ですけどもこれで十分って感じですね。